皆さん、こんにちは。 9.14 スターダム大阪大会メインイベントでは、5スターグランプリ全敗の王者中野タム選手と、5スター全勝優勝したマイカ選手によるワールド王座戦が行われました。しかし何より驚かされたのは、第7試合の岩谷真由波南組と安住天咲美優組の試合後の AEW 所属のトニーストームによる IWGP 女子王座への挑戦表明。岩谷選手とトニー選手の因縁の決着戦が決まりましたが、2人には因縁があり、その際に岩谷選手はトラウマを抱え、ファンはある不安を抱いているようです。今回は岩谷 vs トニーの IWGP 女子王座戦に募る不安についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。岩谷波南組と安住天咲組が激突した第7試合、波南選手が天咲選手を沈め勝利を収めた後、突然会場の大型ビジョンに AEW 所属で前 AEW 女子世界王者のトニーストーム選手が登場しました。お決まりの白黒映像の中のトニー選手は、こんにちは、お久しぶりです。日本、私のことは忘れていないでしょうね。私はあなたたちのことを決して忘れたことはないわ。私は日本で数々のことを成し遂げてきたし、日本のプロレスにはリスペクトを持っている。私には日本でやらないといけないことがある。2017年私はワールドオブスターダムチャンピオンになった。だけどあれはハプニングだったという人もいる。そうじゃないことを証明してみせる。10月5日名古屋、真由岩谷の持つ IWGP 女子王座に挑戦すると表明し、真由さん、あなたはスターダムのアイコンであり女子プロレスのアイコンかもしれない。だけどあなたは私の足元にも及ばない。私が新 IWGP 女子チャンピオンになり、あなたをむちゃくちゃにしてあげる。時計の針を止めて、スターダムをタイムレスにしてあげる。顔を上げて、胸を張って、お見逃しなく、よろしくお願いします。と王者に予告していました。トニー選手のメッセージに、驚いた表情を浮かべた岩谷選手は、すごいことになりましたね。自分が赤いベルトのチャンピオンだった時に、ベルトを取られた。自分のトラウマを乗り越えて、スターダムのアイコンである岩谷真由が勝って、このベルトを防衛するので、応援、お願いします。と挑戦を受諾。その後自身の X では、IWGP 女子、岩谷真由 vs トニーストーム、想像もしてなかったよ。嬉しいな。IWGP が世界に届いてる。ってことだよね。足元にも及ばない。か。と綴っていました。両者のコメントにもあるように、二人は過去にワールド王座をかけて、二度対戦したことがあります。しかし一度目は不完全燃焼で終わっており、その場所はくしくも名古屋。2017年 9.24 スターダム名古屋大会。この年の6月に史上初の赤白二冠王に輝いていた岩谷選手ですが、前日の大阪大会でワンダー王座を失い、二冠は94日天下に。そして迎えた名古屋大会で、トニー選手と対戦するのですが、試合開始2分過ぎ、ロープ際でトニー選手と交錯した瞬間に転倒した岩谷選手は、左肘を脱臼したことで続行不能となり、無情のレフェリーストップ負けを喫し、無冠となり4ヶ月の長期欠場を強いられたのです。岩谷選手によれば、当時の怪我はいつも試合でやっている相手がロープに持たれているところへの低空ドロップキックを狙ったのですが、トニー選手に避けられてしまい、ロープに足が引っかかった反動もあり、手を強くついてしまったことが原因だったそうです。もう痛くてやばかったです。これはやったなと、人生で一番痛かったです。ただ痛い、やばいと思いつつも、レスラーの本能なのか、試合をやらなきゃって思ったんです。でも本部席にいた風化 GM が大声で、うわー骨がって叫んで、それでゴロゴロ転がって場外に逃げたんですけど、ちょうど本部席が目の前で、第一声の骨がというのが聞こえたので、え、何事と思って、自分の肘を見たら変形していて、これはやっちゃったと。そうしたらレフェリーが降りてきて、試合を止めてもらった感じです。最初はもうパニックで、痛い痛いというのと、やばいこれどうしようという気持ちでいっぱいでした、と振り返っていた岩谷選手。その後2018年の 4.1 名古屋大会で、トニー選手からの王座奪還に
挑むも敗戦。試合後は、トニーは本当に強かった。怪我をしなかったら防衛できていただろうなとか思っていたけど、実力で負けました。怪我したという言い訳はもうできないと素直に完敗を認めていました。トニー選手の登場、3度目となる名古屋決戦にファンは、トニーストーム選手のビデオメッセージの最後に、お願いします、この言葉はスターダムのアイコン岩谷選手への最上級のリスペクトが込められていると思います。そして今回の IWGP 女子世界戦の決定は、 AEW さんにしても会社として女子部門で提携関係を結んでいるスターダムさんに対しての最上級の敬意を示しているんでしょうね。このビデオメッセージ見て、なんで名古屋よって思ってしまった。岩谷選手にとっては最強の敵、トニーストーム選手はスターダム時代伊予選手のライバルだった。前 AEW 王者であり NXT 王者でもあった。王者じゃなくなったから組めた試合、楽しみで、ベルトの価値が上がる。自分的には今あるスターダムのベルトの中で最高峰の IWGP ベルト、そして最高峰の試合、トニーストーム、あの頃のようなスタイリッシュな感じで来てくれ、などのコメントが上がっていました。しかし試合を楽しみにする一方で、ある不安を覚えたファンも少なくないようです。というのも、以前岩谷選手は今年は最高のコンディションで全力を出し尽くした上で負け、もう今年以上のコンディションの良さを来年は出せるかわからないことを理由に5スター卒業を発表していました。そしてサリー選手の自主興行に参戦し、スターダムのためであるものの、スターダムで殻に閉じこもってちゃダメだと他団体へ目を向け始めており、対談説が浮上していました。そのため今回岩谷選手がベルトを落とした際、対談が濃厚になるのではないかとささやかれているんです。確かにこのタイミングでというのは不安を覚えてしまいますよね。しかし来年の 1.5 東京ドームでは、新日本、 AEW、 CMLL、 ROH、 スターダムによる合同興行レッスルダイナスティが開催されることが発表されています。 IWGP 世界ヘビーをジョン・モクスリー選手が獲得し、 AEW に流出した際、内藤選手が取り戻すまで2ヶ月、このパターンで言えば10月に岩谷選手が王座から陥落したとして、11月12月で AEW で防衛戦が行われたとしても、 1.5 で岩谷選手がリマッチで取り返すことは十分可能だと思います。そしてファンはその先にあるであろう安住選手との防衛戦を心待ちにしています。どうか岩谷選手にはトラウマを乗り越えるべく名古屋で防衛してほしいですし、これからもスターダムのアイコンとして突っ走っていただきたいですね。来月の名古屋決戦に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。